はいどうも皆さんこんにちは、ショイティビです。本日はここ狭山スポーツセンターに来てるんですけど、今回はなんと栃木の野球 YouTuber を呼んでおります。ご登場いただきましょう。お願いします。ごわーす。どうも東大 TV です。よろしくお願いします。お邪魔します。ガラ悪くないですか。いやよく言われるんですけど、健全なる野球少年です。本当ですか。紳士たる狭山スポーツセンター来たということで、はい、動画で見たことありますか。あります。ありがとうございます。はい、今回守備対決したいんですけども、はい、お願いします。ピッチャー兼外野、はい、内野なんだ。内野で、ピッチャーオンリーですか。はい、ピッチャーオンリー。翔平さんピッチャーですか。ピッチャーなんですか。じゃあピッチャー対決の方がいいと思う。自称エース、はい、自称エースですか。エースです。じゃあ僕も一応向こうのエースなので、はい、エース対決ってことで、ミスした数で、はい、あ、ミスした数を数えていきましょう。はい、これは少ないものですけど、はい、はい、それでは行きましょう。ゴワース優しい打ち取ったな。どこ投げてんだお前。どこ投げてんねん。ナイスキャッチ。イレギュラーナイスキャッチ。じゃあきついっすね。いや、使います。使います。負けた。じゃあ勝ったということでこれ買いましょう。行きました。うん、すいません、ちょっと、もう一個いいですか。あ、いいっすよ。もう一人ピッチャーいる。言い訳、うち、もう一人いるよ、本当のやつが、うん、お願いします。俺に任しとけ。じゃあもう一回やりますか。じゃあお願いします。もう一回いいですか。はい日が入っちゃいますね。はい、で、あ、危ない。フナ今 2-0。 おいおい、めっちゃノミス。危ない。イエーイ。ジーパン OK。 ナイスキャッチ。OK。 イージー多いね。行きましょう。 OK。 初ミス。ナイスキャッチ。おい。おい。4-2。危ない。終わった。
お疲れ様でした。お疲れ様です。ということで、1回戦目は3対1翔平さん勝ち。1回戦目は小田井さんで勝ちと、私のめっちゃ東西チーム勝ち。一勝一敗。一勝一敗ですよ。まだちょっと翔平さん2回連続だったんで、ハンデありましたかね。ハンデありました、うん、まあめっちゃちょっとジーパン気味っていうこと、ね、いやいやストレッチストレッチじゃあハンデなし。打球めっちゃ速いですよ。打球速い。打球めっちゃ速い。今日いい練習になりますか。単純に楽しいですよね。楽しいです楽しいです楽しいです。はい、ということで今回は伝えますスポーツセンターで東西 TV さんと守備対決をしました。まあドローということで、また次回も機会がありましたらコラボ、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、東大 TV さんの、URL は概要欄に貼っておきますので、そちらをご覧ください。はい、ということで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、Twitter のフォローお願いします。それでは、ありがとうございました。